新年明けましておめでとうございます。2021年も気候なチャンネルをよろしくお願いします。この夜中にですよ、はい、1000回転回してるんですよ2人で。あ、はいはい、何やってるんですか。2人で5台ずつダッシュ中の台を打っていきます、はい、でより多く出した方が1ポイント、はい、どっちが多くのポイントを取れるか5番勝負ということで、5本勝負1本目僕の勝ちです。そうですね。さあというわけで2本目、はい、頑張ってくださいね。次はいきますよ。よーいスタート。夢のようですね、こんな立て続けにラッシュをできるなんて。そうですね。よいしょ。さすがに駆け抜けはなかったですね。連発9ラウンドの引きにもだいぶ左右されますね。出玉、うわ、また次も。正直このケンさんは軽く3年間ぐらい貢献しそうですけどね。いや、そうなりゃ本当に、まあ要はもう北斗無双みたいな位置づけってことですよね、はい、そうです、そうです。これが3年間めちゃめちゃ稼働してくれたらいいですよね。ただお互い順調ですね、さっきからね、はい、速攻終わりっていうことになって、まあでも10台打つってことは、まあ、その平均が大体の期待値ぐらいになってくるじゃないですか。これ2人で10台打って平均1万パスとか出たらめっちゃすごくないですか。そうですね。あ、いらんこと言わなければよかった。ファイナルタッチ。おい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 、まだだぞ。はい、危ない。よし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 、あれちょっと危うい、危ういです。あれ、あーはは、終わってしもうた。何発でした、覚えてる。4000超えてました。そう、いや超えてなかったです。あー、はい、じゃあ僕の勝ちですね。まあ勝ったけどこの勝負ちょっと足りない。ちょっと2人ともしょぼいですよ、ここは。うわ、でも2ポイントと0ポイントです。そうですね。もうあとがないです。ナイスナイスナイス。さあというわけで
残り6台2人で打ちます、はい、3台ずつ、はい、これ1万発1人も超えれんかったらちょっと話になりませんよ。はい、ならないです、はい、絶対1万発は超えて、はい、今年もゲンさん頼むよっていうところを見せましょうね、うん、そうそうです。じゃあちょっと次の2台に行きましょう、はい、トミさんもこれで勝てなかったら負け確です。負け確です、はい、2021年負けスタート、はい、ということになりますんで、はい、それでは3本目いきたいと思います。ただ1万発超えてないんでまだ。そうですね、お互いにお互いにこれ10台仕込んで1万発超えれなかったらもう恥ずかし動画ですよ。もうお前らカメラの前でゲンさん撃つなって言われてもおかしくないレベルですよ。はい。ちょっと1386。うわー下手くそ。いける。ちょっとえ今どっちが勝ったかわからないくらい両方少なかったんですけど、まあ、トミーさんの一応ギリギリなんとか、はい、いやお見事とも言えない、泥試合ですよこれは。 やばいですよ、はい、もう6台ですよ、はい、いやこんなことあるんですか。現実ですよねこれがね。まあそうですね。なんでしょうね、やっぱりあのネット上の一撃数万発っていう印象が強すぎて、うんうんうん、そんくらい出るもんって思い込んで打つんでしょうね。大半の人が我々と一緒の感じですよね。僕も7000発が実戦上マックスなんで、はい、はい、ホールで打った場合はですよ。にしてもですよ、2人とも2000発超えれてないっていうのはまあしょうがないですけど、1500個規制の単発あたりみたいなもんですよ両方とも。そうですね。じゃあ次行きましょうか。はい、さあというわけで、はい、1本目2本目僕が取って3本目トミーさん取りましたと。そうです。ただ出玉に関しては全然ですよ。相当低レベルの争いとなっております。残り4台、はい、で4本目、はい、いきましょうか。いきましょう。お願いします。あれ、おい、あ、危ない危ない、ちょっとやめてくださいよ。裏詰まりしてる。 あ、閉まってない、すいません。ちょっと待って、ちょっと待って、あるけど、いやあるけど何回かそういうことは、いや笑えない。おお、焦ったー。ありがとうございます。いやもうびっくりする。いやむしろこういうのが出るんじゃないかな。よし、一撃一万発出して2021年をいいスタートにするぞ。おお、まだ年が明けてないですからね、一万発出すまでは。そういえばおおとかで掛け声で思い出したんですけど、はい、あの私生まれも育ちも兵庫県、はい、神戸市なんですけど、はい、体育とか、はい、運動会とかの時のあるあるなんですけど、はいはい、あ、もう僕やばいですね。あるある言っとる場合じゃないですよ。そうです、あるある言いたい。体育のあるある言いたい。ある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 言っとる場合じゃない。それ、あ、それもう当たんなかったらそれあるある言えないですよ。言えないですよ、言えないですね。気になるな、体育中のあるある。何やってるんですか。はい、終わり、僕が3ポイント取りましたのでこの勝負僕の。じゃあこうしましょうか。僕がこれ消化してる間残りの2台トミさん回していいですよ。おー、で一撃1万発超えたらトミさんの勝ちでいいです。よし、
2台で、残り2台しかないですよ。ありがとうございます。僕はもうこれで泣きの1回チャンスいただきました。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。マジで、いや、ちょっと待ってください。こんなもんなん。おお、どうぞどうぞどうぞ、はい、一撃1万発目指してください、はい、いや、10台打つんで1万発出さなダメよ、1回は。おお、移動します。じゃあ気持ちいい。ちょっとこのままではですね、はい、あるあるが言えないかもしれないので、いや、言えない。さっき打つ前に言っておきます。いやいや、打ちながら言ってください。いや、あの、兵庫県だけなんかもしれないんですよ、聞きたかったんですよ、皆様に、はい、な、例えば、はい、体操の体型に、はい、日焼けとか、はい、集まれとかって言いますよね、はい、体操の体型に日焼けっていう時にいやーって言うんですよ、僕ら。いやー、いや、言わないで。いやだ、今から打つぞ、いやーっていうわけですよ、これ掛け声で、はあ、これってまあ多分全国共通ですよね、地方ルールみたいなやつじゃないですかね。ただうちの娘に聞いても、はい、嫁さんに聞いてもみんな、はい、ああ、いやいやって言うよね、みたいな。じゃあ兵庫県は多分そういう感じなんですよね。これ兵庫県だけなんですかね。前に習え、あ、そう、それはないですね。だから今から行くぞっていう時に、はい、位置について用意って言ったら、はい、やーって言う。位置について用意、いやーって言ってみんな座って最初に走る人がこう動くみたいな。へーへー、体操だ、元の体型に戻れって言ってもやーって言うんですよ、戻る時も。まあ、じゃあやっていきます、はい、いや、あ、いや、いや、それはおそらくあの、いや、兵庫県の文化だと思います。ローカルルールということで、はい、よし。そういうのってやっぱりあの、声が小さいと、声が小さいとかって言われるんですか。お、いや、やり直せって言われます。いや、やり直せそんな、そんなこと言われるんですか。はい、はあ、じゃあもうマストなんですね。マストです。マストなんですね。マストです。いや、だから当たり前やと思ってて、そういう、まあ、大人になってからやるとめっちゃ恥ずかしいですよね。あれ？ああ、いや、気合が足りないですか。あれ？嘘やん。おい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 、気合は入ってましたよ。はい、トミさん5台連続、うわー、ちょっと1万発超えれないんじゃない。これ残り1台ですよ、残り1台です。あと1回9ラウンド来れば表示上では1万超えます。頼むよ。はい、これで一撃1万発です。はい、1万オーバー。そんな1万発達成してすぐ終わるわけないでしょ。きっちりやな、まさか。まあ黄色のままでもね、復活はもちろんありますのでね。最後って言わないで。大丈夫。11131です。まあ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 、まあ、とりあえず、ね、一撃1万超えましたけど、正直あれ1万発出すのこんな難しかったっけって正直思ってます。さあ、あと1台ありますよ、トミ、はい、さん、はい、あと1台ありますけど。自信ない。ですよね。いいんですか。でも、いやいや、でも年明け一発目、一目食いたい、1万発出さずに
やりたい。僕自信ないって言ってそんな2021年年明けたばっかりの配信でどうするんですか。ですね、やらせてくださいよ。じゃあ最後ラストチャンスとして、いきましょう、はい、準備はいいか。いやあ、気合入った。じゃあ最後しっかり1万発出して本当に10台打って2台1万発出たよっていうところ見ててやりましょう。そうですね、お願いします。よし、何の間だったんだ今のは。終わらせるだよこれで。おい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 、ちょっと今の間は何なんですか。ちょっと大丈夫か。変われ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 、心配になるぞ。気候なき背中にしてんが今年ちょっと最後は何？いや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 、ちょっと大工の源さん。いやいや、ちょっとトミさん、トミさん6台打ってますからね。はい、見ましたか今の数字。見ました。なんて書いてありました。22発かける言葉もないですよ。ないですね。まあ一応5本勝負ということで、はい、まあ4ポイントと1ポイントでトミさんの惨敗ということで負けましたので、はい、何してもらいましょうかね。フルチンで走り回ることぐらいしかね、誰も見たくありません。まあこれはちょっとね、あの不甲斐ない結果に終わってしまいましたので、まあ今年ここ気候なき背中西店さんの源さん、お客様をもてなすという面で頑張ってもらうしかないですよね。明日からでも、いやー本当に、はい、こんなんじゃないよ、うちの源さんはっていうのを営業で見せていきましょうよ。はい、というわけでちょっと今回実践内容残念でしたけれども、ますます多分パチンコにこう気合が入ったと思いますので、まあ、とにかく精一杯のおもてなしでお客様を迎えしましょうよ。そうですね、これで勘弁してください。なのでぜひあの貴公那さん遊びに来られた時にはですね、あの増材された大工の源さん超伊達店も、はい、挑戦してみてください。ぜひともお願いします。はい、というわけで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。そんな挨拶します。お客様がもう閉店間際まで遊んでくださってさあ帰られようとしています。はい、どんな挨拶するんですか。ありがとうございました。怖っ。はい、というわけで、まあ、動画的には新年一発目の実践が終了したわけですけれども、はい、まあ、本当にね、昨年登場してこう一気に人気が上昇した大工の源さん超伊達店、そしてこの2021年も、まあ、高い人気を維持していくんじゃないかと思われる機種打ってきましたけれども、まあ厳しい内容でしたね。これもまだ源さんの厳しい一面というところですよね。はい、そうですね、まあ実際その大工の源さん超伊達店の一撃1万発超える確率がまあ約 20% ぐらいとは言われているので、まあどうしてもね瞬発力がある一撃数万発っていうイメージが強いだけに、ラッシュに入ればめちゃめちゃ出るっていうイメージ持ってる方も多いと思うんですけど、まあ今日10台打って1台1万発超えと、まあ実際こんなもん、まあ今日はちょっとやれなさすぎっていう部分もありましたけど、まあそう簡単にはいかないなっていうのを痛感する内容でございました。今まで逆に良すぎたのかもしれないですね。こちらのチャンネルで一撃3万発以上っていうのもトミさん出されてますし、はい、やっぱり出るときはねそれ以上の出玉っていうのもこう出してる機会なの で、ね、もちろんこうかなり波はありますと。で悪い方に偏ってしまったときは5回やってても10回やってても1万発超えれないこともあるよっていうのはちょっとねお見せできたんじゃないかと思います。そしてあまりにもこう実践内容が不甲斐なかったということで、まあ、さらにこう気合を入れ直してこちら気候なキセラ川西店さんでは、昨年末に増大されたばかりの大工の源さん超伊達店、かなりね、はい、こうお客様が
楽しめるような空間を用意して、はい、させていただいております、はい、お迎えするはずですので、はい、2021年も注目していただきたいなと思います。さあそして、昨年末に配信した前半戦でも申し上げたんですが、2020年昨年の12月にはこの川西市内で、そうですね、キコーナグループさん動きがあったじゃないですか、はい、もう一回おさらいしておくと、まず12月25日に、はい、こちらキコーナキセラ川西店さんで、でパチンコの増大のリニューアルがございます。ありましたよね、はいはい、そして翌日12月26日には川西釧路店ですね。川西釧路店、こちらがグランドオープンと、グランドオープンです、はい、はい、もうあのグランドオープンして元気いっぱい営業しているはずですので、そうですね、ぜひ川西市内のこの3店舗ですね、はい、注目していただきたいと思います、はい、お願いします。はい、というわけで、今年最初の配信、大工の源さん超伊達店からのスタートでしたが、この2021年もキコーナチャンネルでは、私審査とトミーさんで、まあ、いろんな企画いろんな機種に挑戦していきたいと思いますので、今年も改めてよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。